オーティスラッシュ、オーティスラッシュ、オーティスラッシュ、1935年4月29日から2018年9月29日は、アメリカ合衆国ミシシッピ州フィラデルフィア出身のブルースギタリスト、シンガー。50年代のシカゴにおいて、バディガイ、マジックサムラと共に、リードギターを全面に打ち出した、新たなシカゴブルースのサウンドを切り開いた。その斬新なサウンドは、 当時、ウエストサイドサウンドと称された。2011年、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、第53位。左利きながら、右利き用に弦を張ったギターを逆向きに持って弾く、ユニークなスタイルを持つ。同様のスタイルには、有名なところでは、アルバート・キングがいる。通常の弦の配列に比べて、 より高い弦でのチョーキングがしやすいと言われている。コブラレーベルに残した初期の録音、オール・ユー・アラブやダブル・トラブルなどは彼の代表曲となっている。ロックのギタリストを中心に影響を受けたミュージシャンは多い。エリック・クラプトンも大きな影響を受けた一人で、ジョン・メイ・ウォールザ・ブルース・ブレイカーズ時代に、オール・ユー・アラブをまたソロになってから、ダブル・トラブル、グロニング・ザ・ブルースをカバーしている。 スティー・ー・レイボーンはバンド名をオーティスの曲名からダブル・トラブルと名付けている。意外なところではエアロ・スミスがオール・ユー・ア・ラブをカバーしている。ギターのチョーキングとビブラートが特徴的。彼はレコーディングの機会に恵まれていたとは言いがたく、実力の割には作品は少ない。2004年に脳梗塞で倒れ、以来リハビリを行っていたが、 2018年9月に公式サイトを通じて死が発表された。日本人の妻を持ち、日本でも人気が高い。8歳の頃ギターを始める。1956年、コブラレーベルより、I Can't Quit You Baby でデビュー。この曲は、レッド・チェッペリンのカバーで有名である。1958年まで同レーベルで、計16曲をレコーディングをした。コブラの作品は、 ラッシュはほとんどギャラを手にすることはなかったという。レーベルも1959年には倒産した。続いてラッシュはチスの扉を叩く。しかし、ここでは1960年1月の1セッションで8曲が吹き込まれ2枚のシングルがリリースとなった。チスのセッションでは名作層メニーローズが生まれている。1969年には編集版アルバムドア2ドアに これらのシングル2枚を含む計6曲が収録された。ラッシュが次にレコーディングをしたのは1962年のデュークレーベルでのセッション。しかし、ここでもシングルホームワーク1枚のリリースに終わる。この曲は後に J ガイルズバンドが取り上げるなどして幅広く知られるようになった。ラッシュ自身も1994年のアルバムエイントイナフカミンインで再演している。 1966年には、バンガードのセッション、また、ヨーロッパのアメリカンフォークブルースフェスティバルにも参加するなどした。1969年には、エレクトリックフラッグのマイク・ブルームフィールド、ニック・グラベナイタスのプロデュースの下、初のアルバムレコーディングを行った。モーニング・イン・ザ・モーニング・ソウルの名門スタジオ、アラバマ州マッスル・ショールズのフェームでレコーディングされ、ロック、 ソウルのテイストを大胆に盛り込んでいる。1971年、アルバム、ライトプレイス、ロングタイムのレコーディングセッションをサンフランシスコで行うが、レコード会社のキャピトルは出来上がった作品をお蔵入りにした。この作品が日の目を見るのはレコーディングから5年も経ってからであった。オーティスが半券を買い取り、1976年、米国ではブルフロックレコード、 日本ではピーバインがリリースした。1970年代は他にデルマークなどから発表している。1975年には第3回ブルースフェスティバル出演のために初来日。この時に後の夫人となるマサキと出会う。1970年代末から1980年代前半にかけてオーティスの活動は減速していく。 スタジオ作は1978年のヨーロッパツアー中にレコーディングしたトラブルズトラブルズを最後にしばらくザカってしまう。演奏活動のペースも落ちていった。そんなオーティスが再び活動を活発化させたのは1985年のこと。同年、米国ツアー中にレコーディングしたライブアルバムトップスは彼の復活を感じさせるには十分の内容だった。よく 1986年には11年ぶりの来日公演が実現。日本を代表するブルースバンドブレイクダウンと全国6都市を回った。ツアーはするようになったものの、その後もスタジオ作はなかったオーティスだが、1994年16年ぶりとなるエイントイナフカミンインをリリース。1998年には続くスタジオ作エニープレイス。 I am going をリリースし、同作はグラミー賞を受賞した。しかし、以後再び新作からは遠ざかっており、現時点ではこれが最新作である。2004年初頭に脳梗塞で倒れた。その直後の2004年春のブルースカーニバル公演へは、リードギタリストにカルロス・ジョンソンを立てて来日した。しかし、以後は後遺症から演奏活動の停止を余儀なくされている。 2007年12月には生誕の地、ミシシッピ州フィラデルフィア建てられた自身の記念碑の除幕式に出席。演奏こそしなかったものの、久々に公の場に姿を現した。2016年6月12日、シカゴブルースフェスティバル最終日のグランドファイナルはオーティスラッシュトリビュートと銘打たれ、ステージが始まる前に、シカゴ市長がこの日をオーティスラッシュディに認定。 マサキ夫人に付き添われ、オーティスが登場。車椅子に乗ってはいるものの、元気な姿を見せた。ステージは、オーティスの往年の曲を、ジミー・ジョンソン、アブ・ロック、ブライアン・ジョーンズ、カール・ウェザズビー、ボブ・ストロジャー、スミト・アリヨシ、ビッグ・レイ、エディ・クリア・ウォーター、ジョン・カ・タック、ミケ、ウェルチ、ロール・ハートマン、ハーラン・ターソン、ボブ・リー・バイズ、ビリー・フリン、ミケ・ウィーラー、ラーリー・ベル、 シュン・キクタ、ミケレ・デペター、エディ・ジョー、サム・バートン、ウィリー・ヘンダーソン、ダイアン・ブルー、ロニー・アール、アンソニー・パーマー、ケニー・アンダーソン、レオン・アレン、ヘンリー・フォードウィリー・ウッズというシカゴのブルースマン多数が参加した、トリビュートバンドが演奏。また演奏こそしなかったものの、ステージ袖には、バディ・ガイ、ロニー・ベーカー・ブルックス、ビリー・ブランチ、エディ・ジョーラ・オールスターが顔を揃えた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。